もしもし、いっくんさんですか？はい。ね、僕に電話かけてくれてありがとうございます。いや、ちょっとね、まあ、ちょっと今動画撮ってるんですけど、いいっすかね？はい。え、ダメ？え、そこなんとかお願い！なあ、動画見てる中だからさ、お願いよ。ちょっとさ、いや、お願い、ほんと、大丈夫、大丈夫。俺、店員 YouTuber だからさ、全然、全然、ね、拡散力なんか俺にねえからさ。いいじゃん、いいじゃん。ねえ、いいじゃん、バッカちゃん。なるねえ、お前。ドゥル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 、ガチャ。早っ。決心してくれた。ちょっと、いや、俺、まあ、チャンネル登録者30人しかいないからさ。いや、拡散力ないのよ。はっきり言って。ね。だからさ、全然、もう、いつね、いつさ、言うかだけでも、どれくらい？あー、ラファエルさんとヒカルさんと同じくらいの時期になる？え、つまんな！え、つまんな！何それ？ねえ。ちょっと、いっくんさん、なんすかそれ？ねえ。禁断ボーイズのいっくんすよ。うん。3年後とかさ、3世紀後とか、3光年後とかさ、なんかもうちょっと面白いのないの？あ、ガチャ、あ、切られた。ちょっと電話してますね。ドゥルドゥルドゥルドゥーン！ドゥルドゥルドゥルドゥーン！ドゥルガチャ！もしもし、うわっ！ああ、耳で入れででででで入れででで入れ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 、ああ痛い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 、回帰超音波されて耳の鼓膜切れた、痛い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 、マジでやってくれたの覚えてろ、いくそ。